今あのキュビズム展を上野で始まったよ始まりましたよね、はいたようん、絶対見といた方がいいよはいえー、っと梅太郎さんから、うん、えですねいつも楽しく視聴してますありがとうございますキュビズム展の音声ガイドすごく興味があるのですが、うん、制作過程で面白かったことなどありますかまた、うん、音声ガイドは海外でも一般的なものなのでしょうか。 海外では大物俳優が引き受けることもあるのでしょうか。そうなんだろうね。えっ、ー、とまず何、面白かったかって？制作過程で、はい、いかがでしたか？面白いことありましか？いや別に<と>いたって普通にスタジオ入って録音して終わりだよ。<laughs> <laughs> あの素人感覚全然想像がつかないんですけど、うん、当日 渡されるんですかしないいや俺の場合は、はい、あの喋ることも自分であの決めたいからってお願いしてたんでだから事前に打ち合わせで大体こ,いいこのテーマで何分ぐらいこのテーマで何分ぐらいっていうのを決めて、はい、でそれの自分で、まあ、原稿っちゅうかあのメモみたいいなの書いて、うん、ご自分で書かれてるんですね。 自分かうん、なんとなく用意されてるものを読むのかなってあ。用意されてるのを読む場合人もいるだろうと思うけど <laughs> 俺の場合は自分でやっぱり自分の言いたいこと言いたいからっつって <laughs> <laughs> あじゃあそれでいいでだからこ,このテーマでじゃ何分ぐらいでお願いしますこのテーマで何分ぐらいっていうのがいくつかあって、はい、それでまあそれもなんか。 しっかりした原稿とかじゃ、まあ、メモ程度のもんだから、うん、撮り直しになるとさ同じことを言えなかったりするじゃあ収録室でディレクターさんが見ているところで普通,普通の録音スタジオですしてでまあ,あのきっかけに何分みたいなのにはまんないから、まあ、そこら辺は編集で詰めてもらってるんじゃないかな。 五郎さんは何度かなさってますか？な。2。3回やったことあるね。うん、うん。でもいずれもそうやって、あの喋ることは自分で決めさせてください。っていうやつ。だから、そんなにこ<の>だからそんなに来ないのかもしれないよ。何かこうちょっと失敗しちゃったとか。<laughs> エピソードとありますか？面白かったとかないよ。 <laughs> うだいやだな、だからなんか、あの噛んじゃったりとかさ。<laughs> はい、あの、そういうので、撮り直すっていうのは、あの、それなりにあるけれども。うん、うん。そんな感じでしたよね。うん。うん、そうなんですね。うん。です、あまり面白い話じゃない。いやいやいや。海外、海外、もう、あるよね、一応ね、音声ガイド。 あーなんかあんまり気にしたことがなかったですね。あるはあったような気がするよ。ルーブルとかやって、うん、そのかあったような気がするよ。はい、ででもなんかそんな大物俳優とかがやってるのかあれえー、どうなんでしょうね。<laughs> う全然わ,わかんない。のな,なんかそういうロバートニ,ニードとかがやってんの。ね、<laughs> メトロポリタン美ですか。いやあんまり聞いたことないね。もっとなんかあの。 若手とか,か、ね、も,もっとニュートラルな人がやってるよね <laughs> 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 と思いますけどはい、んそのとこですはいで質問で京都は五郎さんの,そのお声は聞けるのかというのが聞けますけど聞,す聞けますた。どこから声が来たんだ今聞けるそうですよ <laughs> 天から声が降ってきましたね、うんはい、今ちょっと面白いコメントもありましたので、はい、何ですか ルーブルのガイドはニンテンドー 3DS なんですよってコメントが来てますあそうなの 3DS であれですかね聞け聞くの聞くんですかね逆に言うと3スリあ 3DS を貸してくれるってことじゃないですかねえー、えー、春はさんという方ですかねもそうなんだ、はい、あ,あデジタル化であの画面上 で、押すと解説が読めるとか、そういう。<ー>いや、あの、今時あれだの近くに行くと、流れてくるやつだろあ、そうなんですか。ああ、かもしれないですね。あの、その作品のデータが、その作品の近くに行くと、受信して。<ー>うん、自動で。今って、そうなんですか。い、もう割とそうだと思うよ。なんつうんですか、それ。指きたっつんですか。<laughs> ちょっと、<ー>ちょっと古い表現ですが。 どこでもみたいな,ここたいなうんう知らない今回のキュビズム展は違うと思うけど <laughs> そういう美術館も結構あるよ <laughs>、うん、あとスマホアプリで聴けるっていうのもあ、ね、あのそれも多いよそれは多いよねまあそうなっていくと思うよね 3DS <laughs>、e、よりスマホの方が何ていうか一般性高いよね QR コードあの絵の横に貼ってるっていうああ<ー> QR コード4名とかね まあそういういろんなまあスマホが多分一番みんな持ってるから便利なんじゃないのかなうん。うん、今も続々スパチャーいただいてますありがとうございますありがとうございます